フランスワ・アルフレ・デジレ・リギョールは、フランスの神父、パリ外国宣教会に所属していた。来日し、32年間滞在し、築地の神学校校長を務め、サンモール会指導、カトリック出版物の観光を行った。また、論争家として知られた。1847年9月1日フランス・パリ、近郊シャルトル市教区の合農の家庭に生まれる。 サンシェロンの昇進学校、シャルトルの大庭学校に学ぶ。1871年司祭除会。同時に母校の昇進学校教授に就任し、8年間ラテン語を教えた。1879年パリ外国宣教会入会。1880年から1912年まで32年間日本に滞在した。来日直後数ヶ月日本語を学んだ後、 東京築地の神学校校長及びサンモール会、おさむインツキ司祭となった教会が、京橋小田原町に設営した、低所得者用病室や目黒のハンセン病病院の患者訪問を日課とした。1889年から5年間週刊雑誌、天守の万平を発行した。また、1893年、東京帝国大学教授、 井上哲二郎によるキリスト教排斥論に対抗し、宗教と国家を表したが、内務省指令により発禁処分を受けた。1894年からは雑誌、声の編集長に就任。その傍ら、理想の青年、教育明ら学など哲学、進学、歴史に関する数十冊の単行本を約15年にわたり発行した。1898年には、 帝国教育協会に要請され、東京市の学校長会で約10回の講演を行った。1906年から6年間、宣教師や修道所の木創指導を実施。1912年香港のナザレトの家に引退。死牧の傍らに本語による著作を発表した。1922年7月25日香港にて死去。香港のパリが異国宣教会経営のベタニア。 療養者の墓地に埋葬。ありがとうございます。